と僕の山台付属とかぶります。宮台付属、朝霞湯さんも宮台付属、河野恵子さん、鷹の彼の奥さん、元鷹関の奥さん、河野恵子さん、吉原の宮台付属、宮崎連携付属だったそうです。宮井台って宮井台に斉藤さんというですよ、寸大の友達が行きますけど、寸大の同級生が宮井台に入っちゃうんですよ。あの人どうなって、斉藤泉さんどうなったし、わかりません。今全くもう結婚したんでしょうかね。ネットに全く出てません。なんでみんなネットを嫌うんでしょうかね。なんでみんなネットが、特に女性の真鍋かおりっぽい、真鍋かおりのせい、真鍋さんのせいじゃないでしょうね。わかりませんけど、もっと前からやってましたということで、ごめんなさい。ということで、乗ってます。あんまり僕に携帯を、させないかもしれない。やはりいいですね、この、いいのは分かって。皆さんやってください、なんか。これを使ってフリートークしてください。教えてください、僕に。作り方を教えてください。何か製品を作り方を教えてください。製品を作れるまでやろうと思います。本当に、なんか、トレンチコースの変装どうして。本当、これやってくれればいいのに、作ってる人が。なんでやらないんでしょう。なんでもやるんだっていう話ですか。こんなものはやらないっていう。マイコンで言います。面白いトークでもいいですか、やってほしい。かなり僕は下げてますけどね。もう抑えてますけど。画像の画質を落としてデータ量を減らしてます。5ギガくらい、5ギガになったらちょっと大変かもしれません。今は1000テラぐらい、10テラとか2テラ、5000ギガ、何テラも、5000テラまで、5000テラが言い過ぎです。きついよ。どれぐらいやるんですか、サーバー。5000テラぐらいいくかもしれません。ハードディスク売ってるの、1テラか2テラぐらいです。僕も次にあれ売りましょうかね。ハードディスクを作ってないというのがちょっと僕のプライドに関わるんです。ハードディスクを作らないといけない。ちょっとライブは当たり前ですからね。絶対になんか製品を作らないといけません。フィフティーなんだけど、あ、でも俺作れるまで頑張ります。このマシーで、村井徹先生、こういうのやらないといけない。入れ光候補、NTN、僕も先生、大久保大阪市西区、うちの近くの会社も大久保社長っていうんです。会社がなくなりましたけど、マック電子社、外資系のアメリカなんとかなんとか、あれ日本製成功。この動画、僕の電話ないでしょうかね。東海商事さんから電話がありました。展示会のあれでしたね。平林様という方から電話がありました。展示会のあれで、なんか営業をね、なんか印刷を買うものは印刷を買ってくれって、印刷機使いますかって。まあ僕は使いませんよ、まだまだ。でかい印刷機、スクリーン印刷を使います。使いませんよ。じゃあ来るなって言って、じゃあ展示会に来るなっていう話だ。僕は勉強のために、勉強のために来るなって業界の人しか言っちゃいけない。スクリーン印刷というのがあるらしいです。東海商事の平林さん、ありがとうございました。なんだったらちょっとお話ししましょうか。いいよ。三栄テックのなんとかさんというところかと、うちのマンションに来てくれたところがあります。営業して。三栄テック、やる気がする。ディスペンサーの説明をわざわざうちにして来てくれた。三栄テックさん、僕は押したいと思います。三栄テック万歳ということで。ありがとうございます。なんかサーバーの、あれですね。サーバーのラックを、私に来てくれた人もいますけどね。わざわざうちに生まれ、あれですね。ビジネスカード、ビジコンカードですね。メカトロニクスのビジコンカードをたまに出すんですけど、向こうの負担があるんですよ。でもいろいろつけて出すから、いろいろつけて出しました。50グラム以内だと言う。何グラム以内だと言う。はがきにいい人もいるんですね。
しょうか。なんとか今日も辛い10日も、ずっとやってますけど、何か研究できるんでしょうか。もう何か作りたくてしょうがないのになかなかすみませんね。皆さんも同じでしょうかね。何も年末できないという、せいぜいパソコン変えたぐらいでしょうか。何か QC パスの皆さん感謝いたします。 QC パスの皆さん感謝いたします。サーバーのボールを100枚ぐらい部品外しして、本当はあの部品を X 線透過顕微鏡で見たいんですけど、顕微鏡が高いということでございます。使うのも高いということでございます。東大に行きましょうかね。東大の先生に頼んでタダで使いましょう。高木先生、南先生って頼むし、うちの僕のお世話になった先生が生物系ですから、半導体ですね。顕微鏡が使えて使用量が高い。1時間に1万円ぐらいするんですよ。高いです。とても払えません。オプティマルなど骨で、武田の骨で武田の使わせてもらいました。武田の骨、長谷川会長の骨、骨で使わせてもらいました。猫じゃないですかね。日立アプライアンス、石津社長の骨で、日立元の社長、ソフトバンクにありますね。そういえば顕微鏡ぐらい。オーダーフォン、ソフトバンクに行きましょうか。ソフトバンクに行けばいい。そういえばソフトバンクに行けばいい。そういえばソフトバンクのあれ行けばいい。でもなんかソフトバンクに行くとなんかこうつるむみたいで嫌なんですよ。別にどうこうなんですよ。つるむみたいで嫌なんですよ。わかりますね。こう凝り固まった感じが、つるむのが僕嫌なんです。だからあんまりフリーでビルというどこの会社とも付き合いするというね、嫌がられますけどね。嫌なやつが来てほしくないっていう、贅沢というかわがまま。